私が作るものは何でも美味しいねと言って食べてました。夫が亡くなったというのは本当の意味で本当に自分っていうものを生きるっていうのは意外に難しいと思いましたね。私は一人になってようやく分かったって感じ。今は、まあ、自分を生きようとしてるんですね。高橋百合子と言います。イーオクト株式会社代表しております。イーオクトは一人一人の暮らしから快適なサステナブル社会を作るということをミッションにして、さまざまな暮らしの道具、暮らしに使うさまざまな製品を販売をいたしております。90年の10月からまあビジネスをスタートしたんですけど、その当時日本の国内のメディアで環境問題を語られるということはほぼゼロだったと思いますし、私もまあごく普通の日本人として生きていて、環境問題というのは特別な意識を持ったことはありませんでした。90年代の終わりぐらい、スウェーデンのスーパーマーケットを取材したことがあったんですね。その当時からオーガニック製品がもうスーパーマーケットの棚にはずらりと並んでいたんですね。でもうそれが本当に当たり前のように並んでいたんですけれども、そこのお店の方に取材をしてた時に、そのオーガニックの製品がもっともっと普及していきたいと思ってますと、そのためにオーガニック製品の利益率を低くしていますということをおっしゃっていたというのが本当にもう衝撃で、そういう取材をして日本に帰ってくると、日本のスーパーマーケットにはその当時はオーガニックのものなんか何一つ揃ってないという、もうこの差は何だというふうに毎回感じてたりもしました。家庭の消費活動の中身が変わればものすごく変わることになるんですよね。例えばスポンジが、日本の、キッチン用のスポンジってほぼプラスチックなんですよね。でそのプラスチックのスポンジと、それから 100% 成分解するセルロースのスポンジが、やっぱり売り場にちゃんと2つあれば生活者消費者は選ぶことができるんですね。ですから、まあ生活者消費者がちゃんと選択ができる売り場を作っていくというのも私たちの責任かなというふうに思っていまして、まあ、一生懸命日々それをやってるんですね。ここが私の席で、ここが夫の席だったので、まあ、私はここ、向こうの顔を見ながら。私が作るものは何でも美味しいねと言って食べてました。2019年の9月、突然ですね、ここで倒れて、その丸々2日で、まあ、息を引き取ったと。亡くなった後の方がなんか24時間一緒にいるって感じですかね。その日その日で思いつきで、まあ、とにかく毎日足の向くまま、気の向くままで、オフィスに出勤します。昔からは全然やってなくて、夫がもう運動大好きな人だったんで、まあ、それに一緒に行くことで、まあ、続けてたんですね。
毎日、まあ、夫と一緒にも歩いて毎日通ってたんですけども、まあ、なんか歩くことが体にとっても気持ちがいいっていう感じですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はですね、あの、はい、コントハウスの、あのスポンジョエフの、新デザイン、クリッパンとの、コラボレーションのものをちょっと考えていきたいと思います。はい、やっぱり森っていうイメージがいいかなっていうふうに私は思ってるんだけど、だから そこに、まあ、だからこういうのが入った方がいいのか、もう森一色で、例えばこれをあの濡らしてあのおしぼりとしてもお口に拭いたりとかもありますし、確かに確かに、はい、伝えるとか語るっていう場面がすごく多くて、自分の考えてることを言葉にする時間が本当に増えたなっていうふうにこの会社に入って思うので、そこを大事にしている会社なので、そうですね、なんかふわふわした状態ではこうミーティングとかも参加しないようにはしてます。怒られることもあるんですか？あります。怖いですよぶっちゃけ怖いですし、ただやっぱりそれは何ですかね、あのただ別にその人に怒ってるっていうか、なんかこう間違いを起こしてもいいという、まあ、方なので、間違いを起こしてただそこにちゃんと振り返って何が違ったかっていうことの本質にちゃんとあの迫るというか、あのそれをちゃんとみんなでシェアすることによって、みんなも同じ間違いをしなく済むというような形で考えている方なので、なんかそういう、まあ、いいことも悪いこともこう全てみんなで今日共有をしてテーブルに上げて、なんかこう前みんなでまあ前に進んでいきましょうよみたいなスタンスですね。年齢も違うし出身も違うし、 ありとあらゆるものが違う中で、その違う人たちが集まっていることがすごく重要なことだと思うんですよね。これは誰もが知ってる常識だろうと思うことをとか言葉を発した時に、それ何ですかって言われると、あ、こういうことを知らない人もいるんだっていう意味において社会が分かるって感じですかね。だから若い人がなんか多少おかしくても、まあ、全然大丈夫ですね。おかしいことはおかしいって注意していけば分かるわけですから。夫が亡くなったことは悲しいし寂しいし、半年前ぐらいまでは私は全然何にもものは考えられないですし、なんかぼんやりしてましたね。普通に、もちろん傍から見ると普通にしているように見えると思うんですけど、実際にはもう全然ものは考えられなかったですし、本当に長い時間一緒に、その長い時間っていうのは一日の中でも長い時間を一緒に過ごしてましたから、そういう意味ではまあ一生寂しさとは仲良くずっと生きていくんだってことは割に早い時期にそう思ったんですよね。だけれども最終的にこうやって夫がいなくなったっていうことは、まあ基本的にどんなこともやっぱり意味があるというふうにまあ思っているんですね、そもそも。そう思った時に、まあ勝手な解釈ですけど、夫が自分の人生をちょっと生きてみたらどうと言ってんじゃないかと、自分を生きろと、まあ、言ってるかなと、まあ、思って、今は、まあ、自分を生きようとしてるんですね。長い人生の中で本当の意味で自分を生きてるっていうことがなかったんだなっていうのは実感なんですよね。一人になってようやく分かったって感じ。ずっと、まあ、私は言いたいこと全部言ってるだろうときっとみんなは思ってると思うんですけど、意外に言ってなかったんですよね。もうめんどくさいし、最後の最後まで相手が嫌だろうとなんだろうとしっかり伝えるっていうふうに決めたんですよ。それがやっぱり私自身の親切だと思って、一つの使命だなと思ってるんですね。
あれこれ考えてる時間があるんだったら一歩踏み出せですかね、うん、一歩は大したことないんですよ。なんか失敗したら嫌だなとか、誰かからなんかネガティブなこと言われちゃうの嫌だなとか、反応、そういう反応があったら嫌だなとか、要するにそういう思いがこの辺にこう渦巻いて、そこの一歩が踏み出せないと思うんですけど、基本的に誰かがどう思ったって世の中は何にも関係ないんだと。周りの人がじゃあ自分の私の幸せを自分以上に考えるってないですよね。ちょっとでいいんですよね。やってみるって、電話一本かもしれないし、メールのかもしれないし、本当に一歩だけでも踏み出す。 100% 成功するわけではないんですよね、もちろん。ですけど、やらなかった時とやってみた時の景色は違いますよね。別なヒントが出てきたり、でそれはすごく面白いんですよね。夫は物理的にはいませんけど、このマスクの中でずっと会話をしてるんですね。だから一人で歩いてるんですけど、二人で歩いてる。で、二人で歩いてる時と違うのは、私の好きなように歩いてるって感じですね。全部が自分自身で決められるわけですよね。本当は私はどこに行きたいんだと、本当は私は何したいんだっていうのを自分に突きつけるわけですから、とにかく新しい景色はすごく面白いですよね。昨日見てなかった景色が見える。